チの巣は牛または禁煙種の動物の第二の属性。別名をハチスイア水、ーとも言う。牛の第二の属性で第一位に続く農場部分である。名前の由来は胃の内面の獣毛がチの巣のように六角形が並んだような状態になっているためで実際に表面に様々な形のくぼみを見ることができる。第二胃袋を含む複数の胃袋は 半数動物特有の器官であり、その中でも第一位袋と第二位袋は半数において重要な器官になっている。そのため、この二つの位を総合して半数位と呼ぶこともある。牛の場合、この半数位が全位袋の溶石の85%を占めており、生牛においての溶石は約106リットルとなる。これだけの容積を持ち合わせていても胃内部において、 消化液などはあまり分泌されず、発酵のための胃袋であるということが伺える。蜂の巣を使用した、天津、金銭原蜂の巣は、食材として独特の食感が味わえるため、日本では焼肉や刺身、炒め物、煮物などに利用される。韓国料理、中華料理、フランス料理、イタリア料理などでも蜂の巣を使った料理があり、 一見グロテスクな様相に反して各国で広く食べられている食材である。半数によって発酵した消化物が通ることから独特の臭みがついているため下ごしらえをしっかりしておく必要がある。生のままでは非常に硬く周期が強いことから一旦ボイルしたものを料理するのが普通。一般の消費者向けに売られている蜂の巣はこうした下処理を済ませたものが多い。 栄養価はコラーゲンが豊富である。まず表面をしっかり洗浄する。一度茹でて表面の黒皮を取り除く。独特の周期を消すために香草などと一緒に長時間茹で続ける。茹で上がったら湯を捨ててもう一度水洗いをする。ありがとうございます。